はい、レオンチャンネルです。プレ版限定デラックスルパンガンナーの一通りのレビューが終わりましたので、今回はルパンブレードバレルコアを使っていろんなデラックス玩具と連動させたいと思います。一応個別認識プレートはあるんですけど、果たして専用音声は出るんでしょうか。まずはドライブドライバー、おお、今僕初めてセットしたんですけど、さすがに専用音声は出ないかなと思ったら、ちゃんと特別なサウンド&ディスプレイも変わったのが出ましたね。ダークライダー、さらにフルスロットル、おお、これは新しい。それとシフトブレスにルパンブレードをセットすることで、ちょっとした武器になりますね。これもなかなか斬新。次はブレイクガンナー。お、エラー音。トリガーを押すと、個別音声なしで、フルブレイク。あー、意外にも、ブレイクガンナーで音なんないですね。そしてブレードを上げると、お、ちゃんと、ルパンガンナーっぽくなります。続いてマッハドライバー炎。これは、形状的に、いけるのかな？お、いける。あー、倒れない。どうしよう。ん？ちょっと一旦外して、電源落として、これは、あー、ブレードを前に倒せば、この辺まではいけますから、なんとかこれで、なるかな？マッハドライバー！気を取り直してセット。シグナルバイク！シグナル交換！悪い！おはははは！こっちも、ドライブドライバーに続き、専用音声になりましたね。悪い！下がりきってはないんですけど、一応は連動しました。シフトアップ。いいっすね。とても悪い。そしてフルスロットル。フルスロットル。悪い。はい、かなり無理やりですけど、こんな感じでセットされてます。最後はトレーラー砲。おー、ライダー、ホー！フルスロットル。フルスロットル。フルフルライダー、パイホー。フルフルライダー、タイホーです。そして、ブレードを上げることは、できますけど、シフトカーが外れちゃいますね。そして、シフトカー発射には、対応してますかね。ブレードを畳んで、入れます。このように、入り口で引っかかります。はい、ということで、デラックスルパンガンナーの、ルパンブレードバレロカを使って、いろんなデラックス玩具と連動させました。ブレイクガンナーでは特別な音声はなかったんですけど、ドライブドライバーとか、マッハドライバー、さらにトレーラー砲で、特別な音声がなりましたね。しかもディスプレイ表示も結構起こってました。以上、ルパンブレードバレロカの、連動確認レビューでした。